それでは早速行きましょうか。このお二人にお任せします。どうぞ。女だらけの木曜日、最初のコーナーはブリリアント女子部ボリューム。さあゆみちゃん、はい、6月といえば英語でジャニュアリ、フェブラリ、マーチ、エブリ、メジュン、ジュンね、ジュンといえば、ジュンといえば、ジュンといえば、うん、マツジュン。今日はジュンにまつわるあんな素敵な、あんな素敵な女子の夢に私たちが一歩近づきます近づきますね。それでは VTR どうぞ。さあ、6月最初のブリリアント女子部はジューンブライドにあやかりまして、ドレスがたくさんあるショップをご紹介します。ジャージの私にはさよならよ。今回は広島通りにありますシャンディークローゼットさんをご紹介します。あなたもリーズナブルにお姫様に変身してみませんか。いいな、したいよ、したいキラキラね、キラ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 インさあ、今回のコーチはこちらです。シャンディークローゼットの跡江真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。跡江さん、こちらはどんなショップなんですか。披露宴やパーティー、あと謝恩会などいろんなシーンでご利用いただけるドレスをレンタルしているお店になります。はいはい、専属のスタイリストがコーディネートしますので、はい、安心してご利用いただけます。いや、それは嬉しいですね。私たちもどれにしようか迷いますから今日はですね、このジャージを脱ぎ捨てたいので一緒に選んでもらっていいですか。あ、もちろんです。お願いします。はい、いろいろありますので一緒にドレスアップしていきましょう。いやー、もう色とりどり、形もいろいろあるドレスがたくさん並んでますけど、常時何着ぐらいあるんですか。100着から150ぐらいを用意してます。その中から自分に合う1着を選べるってことですよね。はい、そうですね。コーディネートの手順として、まずはお客様とよく会話をしていくそうです。そして好みに合わせて色味、形、デザインなどを考え、たくさんあるドレスの中からピックアップしていきます。私は今回おとなかわいいをコーディネートでお願いしてみましたよ。どんな色が着てみたいですか。あ、まず色ですか。はい、私結構ですね、ドレス持ってるんですけど、はい、黒が多いんですよ。 あと持ってるのがブルーと、うん、結構ベージュ。あ、そうなんですね。なんで今日はですね、はい、ちょっと自分に合うかわからないんですけど、はい、ピンク挑戦しようかなと思って。はい、ピンクなんですけれども、はい、例えばこんな感じとか。あ、このピンクすごい優しいですね。そうですね。あ、でもなんかこう形がこう A ラインっぽい感じで、うん、あー、かわいい。そうですね、裾の部分とかにもパールがついてますので。はい、パールが一個一個ついてる、うん、かわいい。これで後ろから見た時とかもこうラインがすごく綺麗に出ますので。あ、すごい。これなんか天使みたいですねこんな感じで、はい、はい、あとは、ま、ちょっとこの袖がついた感じで、ちょっと丈も長めの、深みのあるちょっとブルー系のピンクだったりとか。すごい、またこれもピンクなんですね。そうですね。なんかこれはなんかちょっと大人な色ですよ ね、うん、そうですね、デザインも。こういう感じのとか、はい、あとはまたちょっとはっきりした感じのピンクとか。これなんか人と被らなさそう。そうです ね、これいいですね、うん、あ、私これ多分、うん、自分結構好きかもしれないなあ、本当ですか。でもいつも選んでしまうようなのって、うんうんうん、ね、ここでせっかくたくさんありますから、いつも着ないやつを着たいですよね。あ、そうですね。悩むだこれいかがですかめっちゃ可愛いよ。見たい見たいね。いきますよ、カーテンオープン。どうですか。すごい綺麗ですよね、ラインとかも。これ色がすごい素敵ですね、私思ったんですけど。そうなんですよ、うん、今年のトレンドがちょっとオレンジがかったこういう感じのピンクだったりとかなので、はい、また色味とかもすごく綺麗だと思います。あとこの袖がすっごい可愛い、うんうん、そうですね。これ実は後ろまでちゃんとあるんですよ、うん、いい感じになってるので、ね、はい、もう1枚で着れるのもポイントですし、うん、そうですね、裾とかもこうすっきりした感じなので、はい、はい、綺麗に見えて、また可愛い雰囲気もあっていいかなと思います。いや、はい、いい、私こういうの初めて来ました、この色、うん、これアクセサリーも実はこちらでお借りできるんですよね。はい、そうですね、ネックレスとかバッグとか、はい、こういう靴とかこういうのも全てレンタルできますので。靴まで、はい、大丈夫です。
そうなんです。嬉しいのは小物までレンタルできるんです。なんと1050円からととってもリーズナブル。小物まで揃えるの大変ですよね、うん、でも手は抜けませんから、これなら何回お呼ばれしても心配なしです。トータルで合わせられるのがいいですね。そうですね、これにしようかなって決めるじゃないですか、はい、そしたらどうしたらいいんですか。ですね、こちらが、2泊3日でクリーニング代込みになりまして、はい、こちらのドレスですと8400円になります。8400円、2泊3日で、はい、はい、そうです。2泊3日っていいですよね、はい、1日じゃなかなか返せなかったりするじゃないですか。そうですね、はい、しかも8000円で借りれるってドレスって結構高いから ね、 高いので、ね、毎週毎週とかあったりしたら、うん、なかなかね買えないからいいですね。そうですね、宮崎では取り扱いのないブランドのグレースコンチネンタルというブランドになってます。シルクジョージェットの柔らかいシルエットが上品なドレスです。シックなブルーと膝丈の落ち着いたラインがクールで大人の女性にぴったりのドレスです。こちらのドレスは、人気モデルの木下ココさんが雑誌で着用していたドレスです。レトロな色使いの刺繍がボーダー柄になっていて個性的な一枚となっております。インパクトのあるフラワープリントが今年らしいデザインです。これ一人でお店で選ぶよりこういろんな話をしながら、はい、いつも着ない色とか選べるからいいですよね、うん、お客さんどうですか。そうですね、大体、皆さん結構黒とかネイビーとか、はい、そういった感じのお色味を選びがちなんですけれども、はい、結構自分では選ばない色を選んですごいなんか評判が良かったとか言ってもらえるのでありがたいなと思ってます。いや本当新しい自分を探す一歩になりますよね、はい、そうですね、いいですね、はい、シャンディクローゼットではブライダル相談も行っています。披露宴に出席する方でそろそろ自分もとお考えの方がいると思います。そういった皆さんに結婚式に関する相談を無料でサポートしてくれます。お得なプランや特典も教えてくれますよ。美活のコツのコーナーです。実はゲストさん用だけではなく花嫁の短いドレスもあるんですよね。はい、そうなんです。芸能人の方とかが、はい、着てらっしゃるメーカーのものだったりとか、あとは海外のブランドのものとかも取り扱ってます。いや私も今着てるんですけど、もう一つ一つ本当繊細で、うん、すごく可愛いですね。やっぱりね、そうですね、こういった感じの白い色のドレスっていうのは、はい、ご参列の方ではなかなか着ていけませんし、花嫁様の色だからこそ、うん、レンタルで特にドレスアップしてもらえればと思います。本当そう思います、うん、白いドレス一つにしてもいろんなデザイン、いろんな色がありますから、ぜひ皆さんも見てみてくださいね。よくできました。いやたくさんのドレス着られて本当お姫様になった気分でした。はい、ありがとうございます。レンタルではその時に着たいカラーやデザインを選べるのがメリットです。シャンディクローゼットのレンタルドレスでいつもと違うおしゃれを楽しんでみてください。はい、もうこれからご予定控えてる方、シャンディクローゼットで素敵なパーティーに行ってみませんか。なんかね、かわいいわ、行ってみませんか。いや全部似合ってたね。本当ですか、似合って選んでくださったんですけど、ね、でも本当に150着の中から自分に合う一着を選べるので、同じ色でもそうあんなにあったじゃないですか。そうなんですよ、あったじゃないってあったじゃない迷うんですけど、普段やっぱ黒とかそうね、コーンとかベージュとかで、そうなんです、無難な選び方ですよね。後々使えるかなっていう選び方をするから、思い切った選び方って、ね、そうそうできないですよね。そうなんですよ、あと2泊3日、でクリーニング代込みっていうのがやっぱ遠方に行ったりしますよね。そうか、東京だとか大阪だとか、その時遊んで帰ってきても安心ですよね。クリーニング代も込みっていうのがね、小物もあるし、そうそう、それがすごかった。あとクラッチバッグとかバッグもすっごい充実してて、本当楽しい、自分が本当着せ替え人形になったみたいな感じで、毎回ほら結婚式って同じメンバーとかになっちゃったりしたら、この間と同じ
同じだって思われたくないじゃないですか。また違うの着てるって言われたい。なんでなんでみたいな言われたい。ユミちゃんどうした言われたい。じゃあもうシャンディクローゼットさん行ってください。もう今ね、終わってからでいいや。終わってからでね。いやでもあとサイズがすごい豊富だったのが私嬉しかったよ。はい、あ私もいけると思ったもん。あとほら妊婦さんになりかけてる方とかも体のライン消すドレスとかもあるので、結構いいんですよ、ね、して、うん、だって久美子さんもずっとはぁーすごかった。もう行きたいもんですよね。皆さん気になってると思いますが、うん、はい、プレゼントいただきました。ありがとうございます。シャンディクローゼットさんからパーティードレスのレンタル一着無料チケットをお二人の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後にお知らせします。はい、いや今から皆さん多分予定が、ね、あるのよ。本当にあるんでしょう。じゃあもう今すぐ行かんというか ね。あ本当みんな早く止めてということで以上ブリリアントジャシムでした。はい、ありがとうございました。いや自慢じゃないけどうちの二人かわいいでしょ。ね、なんかね、嬉しいよね。さあというわけで次行きましょう。 CM の後は美味しい話のコーナーです。お腹すいた。